2005年に開催されたバーゼルフェアのエントランス。大時計がシンボルとなっているバーゼルフェアはスイスバーゼルにて毎年3月、4月頃に1週間かけて行われる世界最大の宝飾と時計の見本市。現在のような形式になったのは1972年である。メガヘルツグループの子会社である MCH スイスエキシビションが主催している。 商談メインではあるが、一般客も60スイスフランのパスを購入すれば見学できる。2007年以後は関係者、一般者を合わせて10万人以上が来場している。会場であるバーゼルメッセ内部の飲食設備はお世辞にも立派とは言えず、ホットドッグをエスカレーター横のベンチで食べる人々の姿が風物詩となっていた。 会場の1階が高級ブランド、2階は普及ブランドというふうに分かれてはいるものの、会場中にホットドッグの匂いが充満しているという状況にカルティエを中心とする高級時計メーカーグループがソーセージを食べながら高級品の商談ができるかと、1991年にバーゼルフェアから独立、ジュネーブで国際高級時計サロンを開催するという状態に至る。 出店参加費用は2階にショーケース2つ設置で100万円程度、1階のメイン会場となれば数億円はかかるとみられる。なお、サイでショーケース2つ、文ブースを借りると2000万円程度である。1990年代の時計業界再編の波で結構な数の有名高級ブランドがジュネーブサロンへ移動縮戦していると当時日本の時計ジャーナリズムでは伝えられたが、 入場者数に目立った現象はなく、むしろ2007年に入場者10万人を突破してからは入場者記録を更新し続けている。その原因としては元来バーゼルを重視してこなかった SMH グループがフェアに新製品発表の場所を移したこと、ジュネーブサロンでのヒリシモングループの会社へのお世辞にも良いとは言えなかった待遇21世紀に入ってからの 世界的な機械式時計市場の活況によるお祭りムードの盛り上がりなどが挙げられる。ただし、時計価格全体の高騰、有力な顧客だった中国マーケットの停滞などの事情から、ジュネーブサロンも近年は態度を軟化させており、ウルベルク、リシャール・ミルなどの新規高級時計メーカー、独立時計師の参加を認めたばかりか、2017年には最終日のみながら事前登録した。 一般客の有料での入場を認めるに至った。ソーウィンドグループは2013年度からバーゼルへと発表の場を移したものの、2017年にジラール・ペルゴがジュネーブに復帰している。ケリンググループからもユリス・ナルダンが同年ジュネーブへ復帰した。2018年にはエルメスがジュネーブへ移行した。2012年から2013年にかけて会場であるバーゼルメッセの改装が行われ、 ブースが拡張された。2013年の入場者は12万2000人に達した。しかし、出店料の高騰が響いて出店メーカーの減少、さらに入場者の減少が続き、2018年には、出店メーカーは、前世紀の半分以下の、約652まで激減した。同年、スウォッチグループは出店料の高騰、バーゼルフェアの重要性が薄れたことなどを理由に、 バーゼルフェアからの離脱を発表した。これにより主催者のメガヘルツグループは CEO の解任、出展量の減額などの対策を打ち出しているが効果は未知数である。2020年のバーゼルフェアはサイト同時期開催になることが確定した。サイはジュネーブで4月26日から4月29日に開催され、バーゼルフェアはその直後に バーゼルで4月30日から5月5日まで開催される。日本酒としては別の形態となるが、1991年にサイがバーゼルフェアから離脱して、以来29年ぶりの同時期開催となる。ソーセージ云々は比喩としても、巨大イベント化したため、会場全体に高級な雰囲気や落ち着きを欠くという点は確かである。なおサイは代理店や顧客。 取扱店などプロとメディアのみが入場化となっており、会場内の内装なども高級感を醸し出している。さらに、当初はジュネーブとほぼ同時に開催していたが、現在は1月に開催している。それまでは参加はしていたものの新製品発表は秋に自社のオフィスで行っていた。現在でもフェアの前後内し期間中に別会場で新作発表を行うブランドもある。 リシュモングループ以外の参加は、長らく、ソーウウインドグループとオーデマピゲ、パルミジャーにフルリエに泊まっており、新規参入は2009年にリシュモンとの合弁で、時計事業に乗り出したラルフローレンくらいで、参入障壁は高かった、ジュネーブサロン2017、宣伝の伝統日、朝日新聞、h t t p ュ w w w a ç c o m スラッシュ &m、 アーティクルズ、SDI2 兆170億1277万 8721HTML2017 年3月6日閲覧。災が、ついに一般公開へ踏み切った。ピアゾ、https、ピアゾ .jp、アーティクル、2016万1114歳 -2017、オープントゥザ・パブリック、ロゼルワールド2013最速レポート。 ウォッチナビ2013サマー P15 スウォッチグループがバーゼル出展取り留め世界最大の時計フェア開催危機 www.japanhttps コロ www. ンスラッシュ w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  d j a p a n c o m スラッシュ6635112018年11月22日閲覧サイトバーゼルワールドが2020年により同時期開催へ 腕時計の読み物。2019年4月12日閲覧。ありがとうございます。